じゃつまらないな。本気出しちゃおっかな。俺をガッツリさせる。我に任せよ。中途半端なベッドは命取りだ。このドブネズミ。本気出しちゃおっかな。ポンプ出しちゃおっかな。こんなのはどうだい。準備はいい。中途半端なベッドは命取りだ。ポンプ出しちゃおっかな。このドブネズミ。しつけが必要だな。準備はいい？びっくりした？
出しちゃおうかな。さあ、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 マリカ、どうぞ、ほらほら。うわ、さて、ここからが本番だよ。ポンプ出しちゃおうかな。修行の成果お見せします。させません。力を。私は前の状態より今の方がお…この子はもともと随分おとなしい青少女だったみたいね。はい、これでこの子はまた元通りに。どうした大丈夫かルリア。なんだかすごく視線、私たち以外に人…そうですよね。そうだ、それで、これ、私たちに渡せって、だから。行っちゃった。ってことはさ、そのクーズのかけらは、もらっちゃってもいいってこと。あの子は、私たちを認めてくれたようね。託されたんだもの。きちんともらって大切にしな。そう。よし、それじゃこのまま山のてっぺんまで登っちまおうぜ。もう昇竜駅も終わりみてえだし、ちょ、ん?ん?おいおい、おっさん、まさか酒持ってきてんのか?あ?でも、浮き足立つ気持ちは私もわからないでもないわ。空域を越えるのは、いつだってすごくドキドキするもの。それじゃ僕は集落に戻、ディコトムスも元に戻ったみたいだし。君は見ていかないのかい?昇竜域を越えた先、エオニオン山脈の尾根は、すでにナルグランデ空域ですから。僕は、ファータグランデ空域の、白風の、それは、どうしても守らなければならないもの。でもよー、ここでちょっとだけ、ファータグランデ空域を出たとしても、バレねえんじゃねえか?いや。どうもそういうわけにはいか。僕が集落を出た時から、僕は彼らと一緒に集落へ帰ります。だ、行ってしまったけど、まあ、あいつに。そうだな。さて、それじゃあいよいよ抜けが、また一緒に来ればいいわ。だが港、いやいやいや、ともかく、そうだな。そんなことない。私も今までの、行こう。
長い間。あら、どうしたの？小流域は、クーズのかけらを持ってる俺たちがもう小流域を抜けたわけ。いえ、待って。え？お前、あの聖書銃を自由に使えたのに、なんでこんな回りくどいことすんだよ。分かってないな、フェンリルは。あ？演出だよ、演出。ただ奪うより、はあ、ああ、どんな冒険も、だから楽しみに待っていてね。Fuck.